月2回第1と第3の日曜日の1時からあのここの部屋で皆さんにご指導をさせていただいておりますが、あのまあ高齢の方が多いんですけど、非常に皆さん年齢を感じさせないでね、素晴らしい情熱を持って取り組んでおられます。だからあの今見ていただいた作品は皆あの来年の3月に東京の上野の美術館で行われるあの日本と中国の合同展なんですがね、日本全国からも応募があります。で中国はあの中国全土というわけにはいかないんですが、あの中国のあちこちから、それから日本に在留している中国の画家とかそういう方が出品してきます。でそこであの白樺会の皆さんは結構上位10人の中に入るんですよね。だからもうあの東京では愛媛に白樺会ありと言われております。白樺会の理念といいますかね、これはあの私たちも自然の中の一部であって、あの自然に生かされて生きているということなんですね。だからあの以前の展覧会では温暖化の防止のためのなんか研究発表のようなこともしてきましたしね、とにかく自然を大切にしていこう、自然の一部であると、そういう理念を持って活動はしております。まあ難しいところは墨はもう一筆下ろしたら消すわけにはいきませんからね、油絵のように上から塗り重ねていって修正はできませんからね、その辺がやっぱりあの禅の精神として取り入れられたゆえんでもあるかと思うんですが、精神の統一ですね、これがなかったらやっぱりちょっと難しいところですね。だから最初の一筆を下ろす時はものすごいあの精神の緊張というんですかね、これはありますがね、まあ、しかしあのなんというか心の安らぎ、墨の香りですね、香りとかあの絵の構成の仕方とかそういうものは非常にあの心の安らぎになりますね。だから以前は小学生も来たりしてましたけどね、小学生も高校生も来られましたがね、その高校生は美術大学入りましてね、今は美術関係で活躍しております。だから来たい人は拒みません、もうどなたでも結構です、年齢も問いません、男女も問いません、もう無限に受け入れます。基本からご指導は申し上げておりますけれども、皆さん熱意を持って取り組まれるのでね、非常にあの素晴らしい成果を収めていただいております。だからあのプロ川さんは入門2ヶ月でもうあれだけ描けれるんですよね。あの筆の持ち方から墨の擦り方の基本まであの最初からお教えします。だからあのぜひ垣根が高いなんて思わないで入会していただいたらと思います。苦手な人とか皆さんは一緒にやりませんかとお勧めしたら、エコゴロがないからとか言われる方があるんですけどね、あのエコゴロというのはもうやってるうちにでき育っていくものなんですよね。最初からある人なんてそんなにいないんですよ。だからやっていくうちにだんだんその芽が伸びていくという、そういうものなんですから、まあ、あの気軽に始められたらいいかと思います。